プルスウルトラ、どうもこさんじです。いつもご視聴ありがとうございます。本日はダビが童謡で、さらにスパイなんじゃないかというお話になります。本日の時間割はこちら。ダビを考える上で大切なのは、以前投稿しましたこちらの動画になります。こちらの伏線を踏まえた上でのダビイコール童謡、ダビが講和の人間なんじゃないかというお話になります。では早速いきましょう。1時間目幼少期、公式キャラクターブックに轟童謡はエンデバーの英才教育を受けていないとされています。なぜエンデバーは英才教育をしなかったのか。エンデバーはナンバー2ヒーロー、しかし事件解決数はあのオールマイトを超えるとされています。つまりオールマイトが CM やテレビ番組に出ている間やファンサービスをしている間にひたすら事件を解決していたんじゃないかと考えられます。エンデバーは名前の通り努力とヘルフレーム最強の炎でナンバー2ヒーロー、そしてナンバーワンヒーローになりました。そして童謡はエンデバー以上の火力を持っているが母親の体質を持ってしまったとありました。しかしエンデバーが欲しかったのは炎の強さ、火力ではなく体の熱を逃がす力、体を冷やせる力でした。この観点から見ると童謡の個性は失敗作と言わざるを得ませんが、エンデバーの上位互換であり下位互換でもありました。エンデバーのあいつは惜しかったと童謡を少し認めているところから、妻トドロキレイの体質さえクリアすればエンデバーの上位互換になることができると考えられていたと思います。つまり強い個性があれば自分の努力でなんとかなるというエンデバーの持論から、個性が体に合っていない童謡に考案のプログラムという環境だけを与え、個性を人並み以上に扱えるようになるまで考案という名の預け屋さんに預けていたんじゃないかと考えたいと思います。このように考えた時、考案で童謡はエンデバーに憧れた少年の名前を知った。ここでダビがホークスの本名を知るタイミングがあった。童謡は親の期待に応えるためにショートの個性が発現した。ショートの個性はエンデバーの炎に加えて体の体温が調節できるようになり、エンデバーの弱点が全くなかった。エンデバーの完全上位互換になります。2時間目エンデバー。エンデバーに振り向いてもらうために努力していた人生。以前の考察から童謡とショートの年齢差は9歳ぐらいだと考えると、9年間童謡は努力してきたと言えます。ショートの個性の発言により自分の努力、人生を否定された。そして瞑想している時に公安のスパイの話があったんじゃないかと考えます。童謡は親に縛られてきた人生、悲しい人生から抜け出したかった。3時間目公安のスパイ。やはり考えたいのはダビのスパイ活動の目的、それは現行制度、ヒーロー社会の崩壊だと考えます。でもそれって警察や国にメリットなくねと思う方いるかもしれませんが、これは国の復権というやつです。個性の発言によって混沌と化した世界でビジランテという存在が世論を集め、結局はヒーローがヒーローとして注目されている世の中、警察は法律上の権限としてヒーローよりは上なのにもかかわらずヴィラン受け取り係と言われているところがあります。つまりヒーロー社会の崩壊は国のメンツを取り戻したいだけなのか。いや違います。もしヒーローが国に牙を向いた時、確実に世論は国ではなくヒーローに傾きます。そうなってくると政府が孤立するだけではなく、ヒーローには国に牙を向く力があり、その力をコントロールするという意味でもヒーローというコントロールが難しい制度を廃止して改めて国の戦力として再編成したいんじゃないかという考えが想定できます。その再編成の一環としてホークスという現ナンバー2というポジションを公安は抑えていることになります。4時間目メリット。そんなヒーロー社会を壊す大役をなぜ童謡なのか。10年前でもナンバー2だったエンデバー以上の火力を有する存在、これ以上の戦力はないと言えます。そうなってくると童謡の条件、童謡にとってのメリットは個性を使える体にするための手術を受けること。これはドクターガラキとダビがつながるポイントになります。国とオール・フォー・ワンがつながっていた可能性を考えるとするなら、ドクターとダビのつながりもより鮮明に見えてきます。もう一つのメリットは轟童謡の名前を捨てることです。これにより童謡は轟という名前から解放され自由の身になります。この2つは童謡にとってとてもプラスな話であり、ダビの伏線、本名がわからないという点や、ドクターをなぜかさん付けで呼んでいるという謎をクリアにします。5時間目ダビの役割。そしてそのスパイ活動の目的、公安の目的のヒーロー社会の崩壊は今を壊すという点で一致していました。そのためダビはとりあえずステインとヴィラン連合に乗っかりながらどこかで切り捨てればいいんじゃないかという考えなんじゃないでしょうか。またダビがショートにかけた言葉、悲しいなと轟ショートというセリフは、ショートがオールマイトに憧れてヒーローを目指しているとは知らないダビは、轟ショートが自分と同じくエンデバーに人生を決められてしまった悲しいやつだと勝手に決めつけ、俺は自分の力で自分の人生を歩んでいるという意味を含んでいるようにも見えます。
またこの目的ヒーロー制度の崩壊は国の目的であるため、ナンバー2ホークスを抱えている公安が戦力を改めて用意する必要はないと考えられます。つまりダビの役目はヒーローとヴィランの現状を把握し、ヒーローとヴィランのパワーバランスを保つ存在だからこそ、ホークスを超常解放戦線に潜らせヴィラン連合の不利益を生ませた。これはダビの謎行動の一つであり、ホークスを全く信用していないダビがなぜヴィラン連合に入れたのか、なぜヴィラン連合に不利益をもたらしたのか、この謎をクリアにします。ヒーローとヴィラン連合、異能解放軍が弱った時、これが国が動くタイミングなんじゃないでしょうか。本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントをお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。真相がバイバイ。